悪魔の生態ね。理事会がこれをクラス1判定に。でもこれで功績を上げればストレートに理事会入りできるかもしれないわ。ねえねえったら。ああごめん。それで、あなたの考えは？直接話してみよう。人格化の進んだ個体にはこれが一番有効だ。まずは研究の準備をした方がいいんじゃない？収容オブジェクトとの接触は死に至る可能性があります。よろしいですね？はい、各小隊は配置につけ。こんにちは。いくつかテストしたいことがあるんだけど、協力してもらえるかな？今のは何かな？よかったら教えてくれないかな？大丈夫なら接触を続けて。どうかした？人がいる。大丈夫、まだ知り合ったばかりだものね。また来るよ。収容室に入り次第全ての監視カメラと通信を停止するわ。気をつけて、何かあったら緊急通信を使って。了解。
ごめんなさい。この男性の精神に影響を与える君の能力は、親しくなると弱まっていくのかな。わざと誘惑してるって言いたいの？親しくないから、私がサキュバスだから。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい、もう休みたいの。今のは何？最近物を動かせることに気づいたの。念力みたいな感じかな。どのくらい重たいものまで動かせるのかな。ナオト君、そんなに驚かないでよ。驚くに決まってるよ。リアの収容クラスにも影響する可能性がある。さっき見たでしょ、インチキレベルよ。最近研究は順調？リアは随分信頼してくれるようになったよ。それなら良かったわ。どうした？何か問題でもあったのか？最近不安定な収容オブジェクトがいくつかあって面倒だけど大丈夫よ、気にしないで。そうよ。頑張って。もう記録したわ。指数上昇。頑張って。もう記録したわ。データ以上。エネルギー出力を上げるわ。すごいわ。頑張って。もう記録したわ。指数上昇。頑張って。もう記録したわ。データ以上。すごいわ。さすがは私のエースね。神宮寺直人の審査も
前倒しにし、臨時権限を申請します。ソロモン王の審判と心臓の使用許可を。理由は？万が一のためです。審査を前倒しに？何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて研究も急ぐようにって。そうか。収容コード1-12、今後はサキュバスと呼ぶけど、今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。サキュバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？サキュバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？優れた超自然研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら？異常なしね。僕の S 値は51よ。ギリギリじゃないか。その10はソロモン王の審判か。理事会は僕のことを悪魔だって。万が一のためよ。深刻にならないで。ソロモン王の審判は悪魔に関する者に対して引き金を引くとき殺傷能力を発揮する。自分でやってみれば理事会も安心するかな。万が一。万が一の時は私が責任を持って射殺する。ありがとう。ナオト、やっぱり研究は中断しましょう。誰かに引き継いでもらうから。でもやっと心を開いてくれそうなんだ。もう一度収容室に入ってうまく説明して、1-12に勘ぐられないように。それからあなたは何も考えずに休んで。わかった。仕事はやめにして一緒に過ごしましょう。あな